カレー買ってきました。大人買い。今回ね、買ったのがですね、全部で110種類買ってます。金額がですね、44,112円もね、ぶっ決めちゃいました。おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、レトルトカレー食べていこうと思います。で、108種類買ってきてね、食べていくんですけど、僕ね、これね、買ってる最中ですよ、わーわーわー、こんなのもある、こんなのもあると思ってね、結構ワクワクしながら買ってきました。で、これね、僕動画見てくれてる方もね、同じ思い体験してほしいんで、こんなカレーもあるんだっていうのをね、どんどん出し惜しみなくね、出していこうと思ってます。で、本日ですね、僕6食目に選んだカレー、こいつです。天狗のビーフジャーキーのカレー。これはね、売り場で見たときテンション上がりましたね。思わずもう迷わず買ってます。こんなんあるんすね。これ天狗のビーフジャーキーっていうのはね、有名なんで多分ご存知の方多いと思うんですよね。そことのコラボレーションしてるレトルトカレーということで、早速ね、食べていきたいと思います。じゃあね、温めていきます。おう、よし、できました。ほんとね、早い、簡単、ほんとに早い、便利。よし、じゃあまずはね、ご飯からポイッと。よーし、あっちっちっち、これ熱いんだ、毎回毎回。熱くなければね、いいんだけどね。で、これ入れるときに散りやすいので気をつけましょうね。僕ね、 T シャツやっちゃってますね、何度かね。そーっとそーっと。うーわ、なんかねっとりしとるな、ドロッとしてますね。おお、あっちんだけど、あっち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 っちっちっち、あー、あっち、あっち、 OK、 よし、さあ、できましたよ。わあ、匂いは普通ですね、普通ですね。色も見た目も、見た目は何だろうな、こう牛のミンチがジャーキーなんだろうなって感じで、そうですね、ジャーキーがね、ちりばめられてるって、そんな感じですかね。さあ、味がね、美味しいのかどうなのかってところですね。よし、じゃあね、これもね、ほんと食べてみたかったですね。ビーフジャーキーのカレー食べてみたいと思います。いただきます。さて、どんな感じだ。さあ、いらっしゃい。熱い、毎回のことだけど、一口目がめっちゃ熱い。ちょっと辛いかな。ジャーキーの舌触りがすごい。なんだ、ジャーキーっぽくないぞ。でもこのね、ジャーキーのね、カスというかですね、ちょっと言い方悪いんだけど、肉片がこうね、全部ジャーキーなんでしょうけど、すごいもうね、口の中でね、大暴れしてますね。ん？熱いか辛いかよくわかんないんですよね。とにかくね、どこに行ってもこのジャーキーに当たると。ものすごい分量っていうか、ほんとね、ちっちゃいんですけどね、ジャーキーなんで存在がしっかりあるんですよね。大きくないから、こうね、なんだ、噛まなきゃ食べれないとかでもないし。うん、うわ、今ブワッとこうジャーキーのね、あの、このジャーキーの味と香りがうわっときましたね。今度ね、逆やってみようかな。ビーフジャーキーをカレーに入れて食べるっていうのやったことないんで、そんなこともね、やってみようって思うようなカレーですね、これ。一回だけ強い香りがうわっときたな。うわー、ごちそうさまでした。これね、あのね、初めて食べた感じのカレーで、まあ、全部そうなんですけど、中でもこの食感、こうジャーキーのカスみたいなちっちゃいやつがね、どこ行っても口の中おるんですよ。ジャーキーのくせに食べやすいんで、ちっちゃいから。一食食べた中で1回だけですね、強烈にですね、こうジャーキーのこう風味と匂いと香りがふわっときた時だったんで、あの時におーと思いましたね。まあ、でもコラボって言いつつもね、このね、天狗ジャーキーのね、全面推し、すごい、やっぱこれ見たらね、食べたくなっちゃうと思うんでね、もしね、見かけた方いらっしゃればね、興味がある方いらっしゃればね、ぜひね、試してみてください。はい、またですね、ちょっと何日空くか分かりませんけどね、カレー動画ね、しっかり撮ってね、やっていきますので、今後ともね、ぜひね、ご視聴よろしくお願いします。はい、ではね、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。